美味しい。胸肉やっぱ柔らかくなってますね。鶏胸がごちそうですね、本当。こんにちは、青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、本日も青ズマルシェ、はい、お届けしております、うん、青ズマルシェが開催しております、はい、というかもう常設しております、ね、日本中の生産者の方と出会いまして、調理レシピで使えそうな、食材調味料などを取り扱わせていただくことになりました。はい、はい、まあ、各サイズ言ってもいいんですけど、うん、まあ、一度にこう買えるとやっぱり便利です。そうなんですよね。送料も1回進みますから、はい、マルシェに足を運んでいただくと出会える生産者の方もいらっしゃいますけど、これもね、2日に1回に分かれちゃったりするので ね、よければね、はい、こちらで、でこれを使った美味しいレシピを紹介していただけると、はい、していきたいと思ってます。はい、今日はこちらを使います。塩麹、はい、何でしょうか。塩麹を使った鶏胸の塩麹レモンソテーでございます。あ、いいですね。夏っぽい爽やかな、ちょっと爽やかなね、塩麹がまたね、いい味出すのと、お肉柔らかくするんですよ、うん、これもう抜群なんで、塩麹あると最高です。はい、はい、食材は高村さんの塩麹、鶏胸肉、ブラックペッパー、オリーブオイル、レモン、片栗粉、バターです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。また公式 LINE で友達追加していただくと、今ならレシピ本プレゼントしております。こちらも登録お願いします。鶏胸を漬け込みます。この塩麹で漬け込むとめちゃくちゃ柔らかくなります、うん、で塩麹で漬けることでタンパク質が分解されて旨味も出る、かつ柔らかくなるんですよね。それも塩麹のいいのは、うん、まあ、皆さんしゃがにせっぽうかもしれませんが、はい、漬け込む時間が短くていいのがいいよね。そうなんですよ。いわゆるブラン液とかで、うん、まあ、お砂糖塩でギュッとね、こう柔らかくすると最低でもやっぱ半日、1日はかかるよね、やっぱね、うん、一晩から1日かかるんですけど、塩麹早いんですよ、とにかく。20分ぐらいでしょ。20分ですよ、本当に。20分とか30分、まあ長くて1時間もあれば十分。いわゆる短縮、時間を短縮するっていう意味でもすごくいいです、うん、はい、かつ旨味もアップすると。旨味がアップするんですよね、うん、そうね、うん、こう分解された酵素がまた旨味に変わるってね、アミノ酸に変わるんですよ。あなたお家いっぱい使ってないでしょ。うちはね、めちゃくちゃ塩麹漬けで肉焼いたり魚焼いたりする、うん、で、娘が去年夏の自由研究でどの漬け方が肉一番柔らかくなるかって研究やったんだけど、塩麹一番でした、うん、我が家調べね、我が家調べ。手を動かしながらやってもらっていい？はい、すいません、はい、それでは鶏胸カットします。鶏胸は、ちょっと繊維にね、逆らってカットすると柔らかくなります。かつここで半分に切ります。はい、一口大にスライスしていきます。ここの部分は、はい、このようにね、はい、はい、はい、いいでしょう。こうだからこうか、大丈夫。はい、じゃあカットしていきます。こうね、繊維垂直にね、うん、はい、より柔らかくするための工夫です。はい、今はこうなってるからこう切ります。はい、ね、はい、はい、一口大にカットしてます。はい、 OK。 それではこれを塩麹でマリネします。はい、手洗ってきます。はい、それでは、美味しい美味しい塩麹です。これを大さじ1、これで煮込みます。でさらにレモンソテーになりますんで、レモンもお肉を柔らかくする効果があります、ね、このレモンの酸性で、だダブルパンチですね。ではレモンも絞ります。それでは揉み込みます。今回使ってる塩麹って長野の味噌蔵さん。はい、長野の味噌蔵高村さん、まあ、ここのね、専務がまたいい人なんですよ。マルシェで本当にいろいろ説明してくれて、本業は味噌作りです、うん、でも味噌作りってことは味噌にやっぱ麹がいりますから、その麹を一部商品として販売されております、うん、はい、でそこの塩麹をちょっと今回分けてもらいました、はいはい、もちろん保存料無添加と。無添加です。めちゃくちゃ揉み込むね、はい、いいじゃないですか。これで米の粒もなくなるぐらい揉み込みました。はい、これで約20分、はい、塩麹とレモンで20分漬け置きした鶏胸です。タンパク質を分解してお肉柔らかくなってます、はい、そしてアミノ酸がたっぷり出てます。ほんと美味しいのよ。まあまあでもみんな知ってる、それは。いや、みんな知ってるのかな
俺もう実験済みだからね。娘の夏休みの宿題。確かに確かに。去年ずっとそれやってたもんね。そう、鶏胸が何が一番やわらかい。ヨーグルト、マヨネーズ、そしてブラインでお塩、塩麹だったかな。なんかいろいろもう5、6種類やったんですけど、これ抜群に柔らかくなってます。あ、そう。はい。だからうちはそれ以降もずっと塩麹なんで。なんで満を持してね、今日ご紹介です。さあ。さらにですよ、うん、さらにこれ片栗粉でコーティングすることでさらにこれ柔らかいまま焼けます。なるほど、はい、なので片栗粉大さじ2程度をまぶして水分出さないと、はい、これが大事です。あの鶏胸もそうだけど豚こまとかね、ちょっと焼いたら硬くなりがちなお肉には片栗粉少しまぶしてあげると柔らかいまま焼けます。さあ全体にね片栗粉をまぶします。でも昔の人もなんかもうね、麹に含まれるプロテアーゼっていうのが肉のタンパク質を分解するらしいんだけどさ、うん、いや本当そんなプロテアーゼなんか知らない時にもうね、すごいね。それでは今日はバターでソテーします。バター溶かします。はい、じゃあバター溶けました。それでは塩麹鶏胸焼いていきます。うん、いい香り。いけい。はい、それでは中火で表面がね少しうっすら焼き色つくまで片面焼いていきます。うん、塩麹で2007年に初めて調味料として塩麹の商品化されてるんだって。あ、そうなの。うん、それまで確かなかったもんね。そうそう、だから2011年にようやく塩麹がブーム、ブームになったんだ。そのやっぱそれがやっぱ商品化された4年後に浅利さんって方が、うん、開発されて、うん、でまあ、レシピ本とか出して、うん、でこれはいいって話で2011年多分テレビとかで扱われて。そうなの。そうなんだって。13年前。うんね、ブーム来たの。だから我々の子供の頃に塩麹なんてなかったもんな。ね、確かに。いや覚えてるもんな、塩麹って。ね、塩麹って、まあうちの妻がやっぱ言ってたもんね最初にね。あ、そうそうそう、うん、なんだ塩麹って思って。へえ、うん、あれこれ風香りすごいいいね。うん、塩麹の香り。はい。あ、じゃあ焼き色ついてきました。ひっくり返します。でもこれ最後にペッパーたっぷりかけちゃうでしょ。もちろんかけます。いいっすね、レモンバターペッパー。さあもうあと裏側も同じように色目がつけば火入れは完璧。その焦げはもう塩麹が焦げてるよ。これは塩麹と片栗粉、うん、あそうが色ついてるのか。はいね、OK です。もうこれで完全に火入ったと思います。両面とも焼き色つきました。火止めます。で最後にレモンを絞り入れます。4分の1個分ぐらい。はい、レモンソテー完成ですね。はい、旨味もしっかりね。はい、 OK。 じゃあ飾りましょうか。はい、レモンとバターの風味がもう最高。すごいね、厚切りにしてるからなんか美味しそうだね。はい、レモン飾ります。はい、で、ここで最近ねお気に入りのホールのブラックペッパー、これを包丁の柄などで潰します。粗くひくよりもさらに粗く。はい、もうねこのプレミアムブラックペッパー、サワラカムワさんのスリランカオーガニックの胡椒です。スパイシーで ね、美味しいよね。美味しい、はい、出会えてよかったです。よいしょ、包丁の柄でもいいし、あとスプーンとかね。もうダメだな、もうニューバチ買っとくだ、はい、がいいかもしれないです。あ、まあ、あとはまあもちろんあのちょっと袋に入れてガンガン潰していただくと。まあでも前これからなんかもうさ、まあ これ毎回この工程やるんだったらあった方がいいね。あった方がいいよね、はい、これいいよ ね、この感じね、最高にうまそうだもんな。もうこれお好みですけど、引いて完成です。はい、はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、おいしい。胸肉やっぱ柔らかくなってますね。なんか筋っぽい感じがないね。柔らかいね、ね、本当に。うん、はい、レモンの酸味が食欲をそそりますね。これはバカバカいっちゃうな。おいしい、本当に柔らかい。おいしい、うん、柔らかいし、多分旨味に変わってんだよこれね。うん、だってこれお塩してないからね、塩麹の塩だけだから。あ、そう、うん、無塩バターだもんね。無塩バター、そう、塩麹の旨味と塩麹に入ってるお塩、うん、大さじ1杯分で味付いてます、しっかり。
そしていつもながら、うん、粗めのブラックペッパーすごいいいです。鶏胸がごちそうですね、本当。さあ、ということで我々青酢マルシェ、はい、オープンしております。はい、青酢マルシェ、マルシェで出会った日本中の生産者の方の食材、調味料を扱わせていただくことになりました。はい、はい、で今日はこの高村さんの塩麹、美味しかったね。その他もたくさんいろんな食材ご用意してますんで、このレシピの中ね、はい、レシピの中でご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今日の塩麹レモンバターチキンに合わせたワインは、今日はロゼですね。そうですね、はい、まあ、白かなと思ったらちょっとコクのある白でもいいんですよ、うん、バター使ってるんで。ロゼがいいっすね。ロゼはどういうところですか？冷えたロゼがちょっとレモンの酸味もあるんで、うん、ちょっとね、酸味のあるでかつ旨味のある、なるほど、ロゼを用意しました。ちょっとね、白身肉にはちょっと赤はさすがに重たいんで、こってりしたちょっと濃厚な白か、あとはロゼぴったりですね。なるほど。これ爽やかなネグラマロというブドウのロゼです。さあ、ということで我々は8月は、はい、ワインキャンペーンということで。そうなんですよ、もう夏にぜひ飲んでいただきたいワインを12本厳選して 10% キャンペーンでやっております。はい、はい、なので、ね、夏にこの美味しいワインを青ちゃんが選んでくれたんだよね。そうです。泡に、ロゼに、オレンジに白6というね、はい、そういうバリエーションでございます、はい、好きなのをチョイスして、ね、気になったものを見つけていただいて、はい、飲んでいただいて、もうこの素敵な夏を過ごしていただければ、はい、ぜひぜひ暑いですから、まだまだワインね、癒して飲んでください。はい、はい、